おはようございます。2015年6月9日火曜日6時5分になりました。雨が降っておりまして、まあ梅雨らしくなってきたかなという感じですね。もうなんか晴れ間が少なくなって、今週は結構雨が降ったりやんだりが多いみたいですけれども、ね、じとじとしてくるので、その食中毒とかに注意しなきゃいけないようなシーズンになってきたかなとそんなことばっかり言ってますけれども、さて、今日はですね、IT メディアから Apple 音楽ストリーミングの新サービス Apple Music 発表ということで、ですね、6月4日アメリカ時間ですけれども、音楽ストリーミング新サービス Apple Music を発表して、で、6月30日からですね、100以上の国で、サービスをスタートするということを言っています。これはアメリカの料金月9ドル99、まあ、ざっくり1000円ぐらいですね。ということで、でもって今回の間もなく日本でも開始というふうに発表されていて、いよいよ定額の音楽配信が日本でも本格化してくるかなと。まあ、LINE もね、もうすぐ6月11日かなから LINE ミュージックというのが始まるということなんで、でそうなるとですね、こう日本、まあそれまでもちょこちょこね、そのソニーなんかがソニーミュージックエンターテインメントかななんかもやり始めてたんですけど、なかなかその特定のレベルしか音楽配信がなかったというのもあって、いまいち浸透しなかったりしてたんですが、いよいよその日本でもアップルなんかが動き出したら、他の音楽レーベルもやらざるを得ないというか、なってくるんじゃないかなと。その世界的にも見ても、その定額配信っていうのが他の国にはどんどんこう広がっているのに、日本だけがずっとですね、CD のパッケージ販売というのにこだわっていて、なかなかその、定額制のストリーミング配信っていうのがそんなにこうメジャーでなかったんですね。でいよいよこれで、変わらざるを得ないのか、そういう意味ではそのこの辺はね、音楽のいろんな著作権団体というか、まあジャスラックですけども、なんかがいろいろああのこうのとか言ってたようなことが、ちょっとずつこう変わらざるを得なくなってきたのかなというところに、なってきたのかもしれません。でもってこれが進むことによって、一気にそのいろんな日本での音楽での、まあ要は CD とかをね売ってたところの流通だとかがこう激変してくるし、まあ世の中にあるその、まあかつてのレコード屋さん、今の CD ショップとか、そういったところがちょっとこう売り方というか、それも大きくこう変化してくるんじゃないかなと、そんな感じがしますけども、さあどういう風にね変わってくるのか。まあどうしてもこう所有するっていう感覚とですね、こうずっとこう聴きっぱなしにするっていう感覚とで、やっぱこうその音楽っていうものに対する考え方とかがね、こう変わってくる。そこら辺がどっちがいいのかっていうのがね、なかなかこう感覚としてどっちがどうなのかって難しいところなんですけど、私なんかはどっちかというとこう聴きっぱなしで、こう長ラジオとか、まあだいぶ前なんですけども、有線放送もねずっと個人で、家に聞いてたこともあったんですよ。でそうするともうずっと音楽かけっぱなしにするっていうのが当たり前の生活を一時期したことがあって、まあ、そういうのにね慣れてくると、そっちの方が個人的にはねすごい好きだったんですけどね。まあその感覚でいくのと、まあストックしとくっていう考え方と、まあでも
この今の流れとしてはだん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 こうね、いろんなものがクラウド化して、その自分のローカルにこういろんなものを所有するっていうよりも、ネットにこうねアップしてて使うっていう方向にいろんなものが向かいつつあるので、まあ音楽もこうならざるを得ないんだろうなという感じはしますけどね。まあこれいよいよアップルが入ってくることによって、結構音楽業界は大騒ぎ、特にその CD の流通のところはね、結構右往左往し始めてるんじゃないでしょうか。まあそういうことでは、今まで CD のねおまけでいろんなものがついてたものは、今後どんな風なあのプレミアムの販売をの仕方をするのか、多分これからがあの大きく変わっていくんじゃないかなという気がしますけど。さて、そんなところでもう6時10分になりました。今日火曜日ですね、火曜日、明日水曜日なんで、ちょっとこれを言っとかな、明日は水曜日は週刊 IT トレンド X という、iTunes で配信しているのもやってますんで、こちらはあの XNEX さんですねの方で配信していただいてますけども、よかったらそちらの方も聞いてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。